ですからこれから聖餐に預かります。聖餐というのはこれが説明しますね、今先ほど少し話しましたが、最後の晩、イエス様十字架につけられる時に、弟子たちと杉越の祭りというユダヤ人の祭りの食事を最後に行われました。で弟子た、その杉越の祭りの食事というのはこのパンを食べる、というのもその中に入ってまして、でその時にイエス様がこれはあなた方のために裂かれる私の体だって書いてある。イエス様は鞭打たれました。釘を刺されました。この体を覚えなさいと。私があなたのために傷を受けたことを思い起こしなさいと。これを思い起こしなさい。そして、杯はその食事の中で全部で4回飲むんですけれども、ブドウ酒をね、飲み交わすんですが、その3杯目のところで、これはあなた方のために流される新しい契約の地だとこう言ったんです。つまりイエス様が十字架につけられて時に流されたと、鞭打たれた時に出てきた血ですね。流された血ですと。その血、このブドウ酒自体が血になるということではないですよ。けれども、そのイエス様が流された血が私のものと、この中に入れるわけですよ。私のものなんだと。そのことによって癒しが起こる、霊的に罪の許しが起こる、そしてまたもしかしたら体も癒されるかもしれない。ということでイエス様が行いなさいと言われたものなんです。で、聖書にはこのことを知らない人がわきまえないで食べたら、まあ、裁きを受けると書いてあるんです。なのでまだイエス様を自分の救い主として受け入れ信じていない人は、これからパンとブドウ酒を回していきますので、その時は受け取らないでください。隣の方に回していただいて全然大丈夫です。けれども先ほど言いました、自分の救い主として罪から救ってくださる方として私はイエス様を信じ受け入れますと心の中でお決めになっている方は受け取ってください。歓迎いたします。では、賛美をしながらですね、ゼブクロから出して取りやすいようにしていただいて、そしていつもと形状が違うので、説明をした方が OKOKOK、はいはいはい、じゃあこれをまず一旦外して、でいつもと、このパンですね、違います。こういう感じになってますね。袋を一つ一つにパンのかけらが入っています。私だけはちょっと、はい、なので、そのまま受け取っていただければと思います。そしてその後でこの杯を回しますので、賛美をこれからしますので、その間に、この、その間に回していきます。もう一度言います。イエス様をまだ信じていない方は受け取らないでください。けれども今受け取り、本当に信じたいという心があればぜひ受け取ってください。はい、よろしくお願いします。主の知識を神の元へ
私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げた後それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。最後に1曲神様に賛美の歌を歌いたいと思います。お立ちください。Oh.
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたにシャロームを与えられますように。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。